バージントレインズは1997年に発足したイギリスの鉄道事業者でロンドンユーストン駅からの西海岸本線の中長距離列車などを運行していた経営はバージングループとバス大手のステージコーチグループ社との合弁会社によるなおバージントレインズのブランドは他にバーミンガムとアバディーンペンザンスを結ぶクロスカントリー系統を運行する バージンクロスカントリーで1997年から2007年まで東海岸本線の都市間列車を運行するバージントレーンズイーストコーストで2015年から2018年まで使用されておりこの記事ではその日社に関しても合わせて記述する390系ペンドリーの221系 スーパーボイジャー1997年3月9日より、西海岸本線の長距離列車の営業券を持ち、列車を運行していた。この間、390系電車、ペンドリーノや221系機動車、スーパーボイジャーなどの新型車両への置き換えを行った。2012年8月15日、西海岸本線におけるバージントレインズの鉄道営業券は、 同年12月8日付で執行し、翌12月9日以後の鉄道営業権は、ファーストグループ参加のファーストウエストコーストが2026年3月31日まで保持することが決定された。しかし入札の際にミスや不手際があったことが浮き彫りになり、バージントレインズは2017年4月まで運営権を保持することになった。2019年8月、 西海岸本線のフランチャイズは、ファーストグループとトレニタリアによる複合企業、アバンティウエストコーストが営業権を獲得したことにより、バージントレインズは2019年12月7日で運行を終了した e n バージンクロスコーンドツリーも参照バージンクロスカントリーの 220K バージングループは別会社のバージンクロスカントリーとして、 1997年から2007年までバーミンガムを中心とする南北広範囲の長距離系統の運行を行っていた。この間、新型車両として220系機動車、ボイジャー、221系、スーパーボイジャーが導入されている2007年11月11日。 政府による路線営業権の再配分により、クロスカントリー路線の大部分は、アリーバ社参加の新会社クロスカントリーに運行が移った。ビテックの HST、EN、バージントレインズイーストコースとも、山椒東海岸本線の長距離列車は2007年より、ナショナルエクスプレスグループが運行していたが、経営不振で2009年に再国有化されていた。 この運営権の催眠営化に向けた入札で、2014年11月に、ステージコーチグループとバージングループからなる、コンソーシア。しかし、利用者数が伸び悩むなど業績は低迷し、2018年6月24日付で、フランチャイズを終了することになった。東海岸本線は、暫定的に2020年まで、ロンドンのスイースタン鉄道のブランド名で、 国有化することになり、その後2025年まで延長された。ありがとうございます。